まこなこです。今回はファイアーエンブレム無双風化雪月体験版出たので早速やっていきたいと思います。今回体験版中に関しては喋りながらやっていきますのでその点ご了承ください。では早速やっていきましょうか。これノーマルでいきましょう。カジュアルでいいでしょう。ここら辺は通常のファイアーエンブレムの風化雪月と同じような感じ。これなんだろうね。ミッション発生時停止するとか。停止しないでサクサクいきましょうか。この設定で。さて、いきなりムービー入りますね。ムービーも魅力的なゲームだったから、シミュレーションゲームの方はね。一応、ルナティック、クリアしたゲーム実況上げてますので、まあ、その点もし興味があればね、ゲーム実況、シミュレーションの方のゲーム実況もご覧いただけたらと思います。一応、青と赤の学級でクリア済みで、まあ、赤から派生するもう一つもクリア済みみたいな感じで、黄色の学級だけはやってないので、ちょっとそこら辺のキャラクターがわからないこともあるかもしれませんけれども。さて、これはまた別のキャラクター。いや違う、フレンだね。この戦いにもしかしたら、なんか昔の物語の可能性ある？あんまりちょっと、事前情報をね、得ないようにしてるので、ゲームやる際には。どういうストーリー展開かも分かってないけど、まあ、イフ的なストーリーね。仮のストーリー的なものじゃないかというのは把握してるけど。うん。多分、セイロスが今回、主人公的な役割になるのかな。でもキャラクリエイトがないってこともありえないと思うからな。自分のキャラクター、まあ、クリエイトするかどうか別として、男性女性選べるかのようなね、展開がないとは思わないんで。いやー描写いいね。これでもゲーム画面そのままでね、多分ムービーなんかベッド作ったわけじゃなくて、まあこれがねプレステ5とかスティームとか出てくれればとか思っちゃうけどね。描写なんかすごく綺麗になったね。そこはもう望めないんでね、残念ながら。さっさと姿を見せろって。おい。さて、誰だろう今の。誰を探してるのか。おい。ゲッツ。名前がなんか、もうちょっと名前付けようあったんじゃないの？やっぱり男性女性選べるね。どうするかな。結構本編最初男性でやって、その後女性で遊んだんでね、まあ、ちょっと今回男性でやってゲーム本編というか無双出た際には、このゲームの本編出た際には女性でやろうかなと思います。一応ねシミュレーションの方は最初男性でやって、その後女性でやって、でその後メガネかけてみたいな感じで遊んでたんで、何回かね。記憶喪失にでもなったみたいな面は、自分の名前を言ってみろ。これはじゃあ名前入力しておきます。まあこのまま名前が最初からついてるんであればこのままでいいかな。そうだ、頭は大丈夫みてえだね。うん、特に読み上げはないね、ノーマル版の名前でも。ひどい言い草だな。この選択肢とかがどういう影響があるかわかんないけれども、もう始まりそうだからわざわざ起こし、ここら辺の自動送りとかね、そうしたものも急がれてるんで、シミュレーションのゲームの結構すごいのんびりとね眺められる。特に最近名を挙げてる灰色の悪魔って異名の男が、異名の男、いやどっちだねこれ、女か灰色。まったく、お前の情報にはいつも穴がある。どうせ名前も多分本編にも出てきてないと思うけど、灰色というとね。いや覚えてるぞ、名前出てくるか、確か知ってる名前かどうか。あ、ここで終わっちゃう。なるほど。え、これ灰色なんだ。じゃあ、ここも、こっち側で行きましょう。ベレスの方で。本編、じゃあ、女性の方行きましょうか。ということは、時代的には、今の時代というか、本編であった時代と同じってことか。まあなんか、イフ的なストーリーじゃないかって言われてるのはなんとなく見たので、細かいね、内容を把握しないけど。
どうなんだろう、敵として出てくるのか仲間としてなるのか。言うようになったな、お前。できればベレスとかね、そこら辺で自らで操作してやりたいような気がするよね。オリジナルのキャラクターじゃなくてね。ただ勝つってわけにはいかない。でそれでイフストーリーが展開すればいいかなとか思っちゃうけど。さて今会話が終わったので、そして早速戦闘になってるね。シナの表示、オフやオートの場合はシナのアイコンのみが表示される。うん、とりあえずよくわかんないけど、シナ移動とカメラ、なんか操作方法教えてくれるんでしょ。剣短いね、これ。そうでもないか。この角度で見ると探検持ってるようにしか見えないけど、これ敵の HP 表示とか設定してあるはずなんだけど見えてないね。ゲームの敵を倒して、まあいつもの無双なんでね、無双シリーズ1回か2回か遊んでる人であれば気軽に遊べるかと思う。左側なんか出てね、これ弱攻撃、強攻撃、弱から強、うん、剣士特徴がある、様々。長押し、兵士ゲージを貯める。ボタンを離すと広範囲の攻撃を放つ。貯めてる間も移動ができる。攻めて攻めて攻めまくれ。 X ボタンどれだ。今 X ボタン押してる。なんかゲージ出てるね。これマックスまで溜まった。うん、こんな感じで右側倒す数が書いてあるね。うん、カメラリセットはよし、うん、ガードか。ここは問題ないか。ガードボタン。まるで強さを感じねえな。お前もそこの連中を一掃しまえ。はい、ジャンプなかったっけか、このゲーム。さてロックオン、 R 押し込む。体調来た際に R 押し込む。今押し込んだ。うん、あれなんだよね、確か刀剣乱舞無双の時はこのターゲットした際にキャラクターになんかこのターゲットしてるっていうアイコンが被ってしまって、あんまりいい印象がなかったんでね。今回そんなことさすがにないね。さて技 R でパレット1が表示される。パレット1を表示したまま選択できる。ん？して連続して使用できない。一定時間待つ必要がある。武器の耐久度が減ります。耐久度が不足すると技は使用できない。戦闘終了後に元に戻ります。はい、50分の10。うん、ゲージは強要かな、今のも見た感じだと。倒した。この音楽もあれでね、本編に使われていた音楽、音楽というか SE というか交換。ただ全部やりがやらないと消えないか。そんなことないか。やりがの弱攻撃とか強攻撃とかそこら辺書いてるのがちょっと邪魔かなとか思ったけど、多分ケツ何かは設定あると思うけど今わかんないんで、このままいきましょう。いやー、音楽もね、本編に使ったのを使ってるからいいね。いやこれ Steam で出ないかな。グラフィック良くなった。まあ刀剣乱舞無双も悪くはないんだけど、やっぱりね、敵の数とか全体的な切り替わりの際のテンポはちょっと良くなかったんで、こっち側はより最適化されてる可能性ある。中入った。スタンゲージを削って必殺技で何かを倒す。敵の頭上にスタンゲージがある。表示されることがある。さらに攻撃しゲージを全て削ると接近して X で必殺の連撃を放てる。スタンゲージは、ガードの縦のマークか。特定の攻撃を敵に当てるか。敵が特定の攻撃を行うと表示される。スタンゲージを表示させるには敵に攻撃系の戦技、魔法を当てる。敵の攻撃をジャストガード。ジャストガードあんの？あんまり好きじゃないんでね。発動準備する敵が。敵が攻撃を受けてひるむ。おっと。制圧が完了したぞ。これで、うん、ゲージ出たね。だから使える数限りがあるから。うん。大丈夫か？これ敵いるか？例の灰色の悪魔はいねえのか？
強さがどんだけか知らねえけどよ。なんか普通に倒しちゃいそう。うん、スタンゲージで削れって言ってるけど、その前に倒しきってたんだけど。大丈夫、自分の HP はまだ大丈夫か。ジャストガードの発動。めんどくさいね。なかなか。いかんけど。ああ、なに？これ元に戻ってない？あれか。全部縦のマークのあの赤い部分を削り切らないとダメなのか。外周の友情を削り切っても終わらないってことか。これ普通に攻撃やっちゃうともう倒しちゃうからな。厄介だね。当然これ狙わなければ。いやでもなんかゲージ戻ってるな。ずーっとそれをやり続けないとダメってこと。今削り切った。いや、あー何これ、わかんないわかんない、わからんぞ。だってあの赤い縦の真ん中の部分は同時されないんでね。これちょっとだ倒したもんね。これ倒さない？でも必殺技とか使えないんで。いやもう倒しま、あ、なんかゲージここで、あのゲージが出た際には通常攻撃して大丈夫なのかな。なのでジャストガードしたらあのゲージが出て一定時間攻撃できて、その攻撃すれば真ん中の縦のところがね消えるみたいな。考え方間違ったね。ジャストガードでゲージが減っていくかと思った。こんなのあったっけかな、本編に。気になるね。灰色の悪魔ベレス出現。ここで団長の腕で遅れを取るとは思えないが、うん、ゲージ回復してんだよね、いつの間にか。ミーさん、ちょっとリザリという人が亡くなっている。うん、この辺りはあれだよね、援護に行かないと。ガードして、まあガードじゃなくてもいいけど、必殺当てて縦のゲージ減らしてみたいなところは今作多分他の無双にはないような。無双ゲージが最大まで溜まると A で無双奥義を放てる。無双ゲージを貯めるには敵にダメージを与える、敵からダメージを受ける。黄色の薬を取得する。うん、使ってしまった。敵のボスどこだ。敵のボスに当たってない。またです。うん、負けませんよ。止まってんね。なんだこれ。まだです。うん、削り切った。さてじゃあベレスとご対面としましょう。傭兵団の本体が来た。これマップでかく、あるね、やっぱりでかいとか小さいとか。まだでも通れそうにないね、どこも。東側団長が倒れた。ベレスの元へ。左上は何だろう。最後砦があってそこを倒しておしまいかもしれない。体験版どれぐらいボリュームあるんだろうね。いるね。悪役っぽい感じになってるけど。邪魔をする。これあれかな、続けていくと何？ちょっと待って、敵取られそうなんだけど。うん、勝てないと思うけどな、これ。
ちょっと良くない良くない良くない。いつまでどうしてこんなことに。いやそれはこっちが聞きたい。うん強いね。でも敵武器は標準というか、まあどの段階かかなりシミュレーションのゲームからすると初期の頃の状況なのかもね。まだ学園のね3人のメンツと会う前あたりの。うん、あでも逆にこれあれじゃない、救われて世界の循環を違うな、またなんか君で途切れさせてはならない。あれじゃないこれ、時間巻き戻す機能というか能力手に入れたんじゃない。そうじゃないのかな。音楽いいね。よくわからん世界観になってるけど。その力は視力を使う。俺もわからんが、あんたを倒せるならそれでいい。同じ技は即座に使えないか。我らも加勢しよう。無双なんか敵の方向に行ってないぞ。そしてガードされている。振り向いてくれるかと思ったけど敵の方に。おっと、ああ何敵来た。様子見のために一時撤退。あなんかワープしたね。いやーこっちの方がねなんか強さが分かるね。さっきだとベレスと相手してるとこっちが弱いかのような気になっちゃうけど。さて、倒し終わった。なるほど、手強くなったな。ここら辺なんか壊してアイテム出るとかは。いや何ベレスでさらに来た、来てるね。おい、いつまで遊んでる。目的は達した、さっさと引くぞ。このなってのはなんだ、何かあったのか。戦いはここまでだ。うん、普通に会話してるね。待て、なぜだ。こちらは目的を果たした、つまり君たちの仕事は失敗だ。縁があればまた。なんだろう、間そうな話してるけど。まだ終わっちゃ。じゃあ向こう側に拾ってくれるわけじゃないんだ。向こう側に拾われて傭兵団に入って一緒に戦うとかねあるかなとか思ったけど。というような感じで1話目がおしまいかな。体験版のボリュームがどれぐらいかね気になるけどね。ここさてここ、あとなんか怪しげな、これかさっき救ってくれた人は。君に死なれては寝覚めが悪いから、ね、じゃあ総理に感謝飛ばしておきたいと思います。さてストーリー進んで、偶然の出会い、これ本編と同じ声だね。うん、この辺りもじゃあ飛ばしておきましょうか。おいクロード、闇さてここで来ましたね。3人が見失って道に迷うだけだぞ。聞いていきましょうか会話は。皇女様の話じゃこっちに村があるんだろ。ルミールという村に多分訪れてるんだけど、ルミールの村ってあれかな、一番初期の頃にこの3人が向かってた村だっけか。ちょっと細かい記憶ちょっともう定かじゃないけど、でそこでまあその道中でベレスとかと出会って合流して、ベレスがだからオートと言ったらいいのか、そこに向かうような場所にね、族の仲間か、こういうような流れになったのかなっていう気がするけど、まあ、本来はここでベレスと出会うけどこっち側と出会ったみたいな感じになってるのかな、ストーリー的には。族に間違われてる。ちょっと待て、族ってなんだ。俺はただの傭兵だぞ。傭兵、ほっほう、傭兵ね。
傭兵が一人、こんな森の中で何を。まあベレスの時は確か先に戦いがあったから、なんかもう初期からね関係性良かったけど、文句言われてね。追っての足音が近いぞ。でもちょっと世界観というか時系列が分かってね、本当にシミュレーションの初期のタイミング、それがベレスじゃなくてシューズに変わったこのような。一人だか傭兵だからな、役に立つのかって感じだけど。受け身 L や B で、 L 受け身を取って体勢を整えられる。それなら悪いが手を貸して。いいね音楽。怖い盗賊団に追いかけられていてな。報酬については心配しないで、ここを切り抜けられ、お金持ってそうだからね。さてシェズの兵士がフリーゲル、個人スキルを習得。個人スキルにはアクション系、補助系、戦術系がある。戦闘中に、うん、 L と X 難しいね操作。 L と X、 L と X、 X がどれだか分かんない。これか、うん、まあ、こんな感じで兵士説明表示というものもある。キャラクター説明もある。 Y と X がね、 Xbox のコントローラーと異なってるから場所がね分かりにくいんだよね。あ、今、あ、なんで、あ、大丈夫か、びっくりした。デミトリフアイテム取ったかと思った。あ、この人、この人、さっき戦った。いたぞ、あいつらだ。絶対に逃がすんじゃねえ。懐かしいね。もう一回プレイやりたいなとか思ってたんだけどね、ちょっとワンプレイが長いからね、このシミュレーションの方がね。まとめてやっちまえ。デルガルドすごい、なんか武器の持ち方が片手で、本編こんな感じでは持ってなかったような気がするけどな。どうなんだろう、面白いね。エーデルガルドとかも当然扱えるようになるよね、あれだと。兵士と相性、高いが相手に対してどれだけ有利か、アイコンがある。まあ、上マークついてれば、青だとよく、赤はダメ。ファンゲージを削りやすくなる。これ、兵士は何だろう、プレイ中に切り替えられるのかな。ステータス画面。兵士が、選手のエーデルガードは、槍装備の敵に対して相性が良い。ここは私に任せる。うん、お任せじゃ。ここでプラスボタンを押すと、いいね、このちょっと待って。これ魅力的だね、なんか見た目。アップできないのかな、アップはできないか、アップできるね一応。これぐらいの R スティック押し込めば、うん、こんな全体の、これがプラスボタンで、ここでの操作特にできないかな。マイナスボタンを押すと戦闘情報確認というのは、ステータス確認せず、こんな感じで。だが確認だけで操作ができるというわけではない。一応こう切り替え、アクション説明とかプロフィールとか支援情報が見られる。で、まあちょっとあれか、エーデルガルドも見ていきましょうか。こんな感じで、まだ他の2名は表示されてないね。まあこれ右下が操作方法書いてあるってことは、どうなんだろう、プレイ中に切り替えられるのかな、システム。これはさまざまな設定、マップ配置、これプラスボタンを押したときと同じ。ちょっと待って、もう一個なかった、閉じるか。あとは敵相手にはそれなりの戦い方があるのよ。あ、違うわ、いつの間にか自分エーデルガルドになってるぞ。どういうこと、性転換でもしたか、いつの間にか。これで切り替えると、あ、そういうわけじゃないか。え、さっきここで操作ちょっとやったけど、それが影響してるってことでもないね。うん、で右下のゲージ溜まったというか変わったので増えてるんで、多分キャラクターことでしょ。50分の今40って書いてある。必殺技ポイント、こんなもの。やりすぎるなよエーデルガルト。これもうちょっと綺麗なグラフィックで遊びたいな。まあ次の任天堂スイッチのね、次のゲーム機でまたパワージャンプした何かが来る可能性があるから、それ待ちかな。あ、魔法もあるね。R で攻撃で、L、こっちが魔法使い。この魔法なんだろうな。
違うわ、これは情報を見られるだけか、魔法じゃないわ。うん、デミトリ意識変わる操作可能。キャラクターの切り替えは上下で、あ、変更できるのね。なるほど、デミトリに切り替えよう。少し待ちわびたぞ。単純な力比べなら誰にも負ける気がしないな。うん、相手がかわいそうになるわね、デミトリ。さて必殺、結構必殺の時に出る、まあ、必殺というかこれなんて言ったらいいかわかんないけど、結構早いね、キャラクターの顔が消えるの。まあ画面あんまり長く閉めてしまうと問題出るけどね。紋章持っている。ガキ相手に何やってやがる。慎重かつ大胆に巻き込めろ。レベルカード使いましょう。いや違う、こっちが使いましょう。主人公なんでこれ一応今回のね。レッド R が魔法違うな、なんか特定移動みたいな感じでダメージ与えられてんのかな。ロード操作可能。これは武器や戦技魔法に特攻の効果があると特定の敵に対して有利に運ぶ。特攻の場合相手が3段階有利、与えるダメージが上がる、ダメージが表示される、全ての攻撃で。ちょっとややこしいね。まあ弓持ってるんで空の敵が有効ということなんでしょう。転がってんね。どうだ、あなた怪我してるじゃない。傷を癒したらどうかしら。さすがの才能、クロード。うん、ということで傷薬 R と B。R と B。油断はしない。おっと、運よく矢が当たったみたいだ。中央の回廊は賊が固めているようだ。森の砦を抑えながら進むのが得策だろう。なんだろうな、この攻撃三国無双か何かで見たな。いやあれか、天国無双ファイルかな、なんか同じようなモーションみたいな気がするけど気のせい。エーデルガルトまだ必殺技やってないんでちょっとやりたいね。戦闘中にプラスオフと行動指示を行える。 A でユニット選んで状況に応じてさまざまな指示を出せる。選択した地点への移動、まあこれキャラクターを分けて移動させて、で重機の上と下でキャラクター切り替えてみたいな感じでお任せ方針。でもできればお任せがいいよね。おっとびっくりした。ではお任せがいいんだけど、あ、これで有利な場所に向けるということもできる。予定通り行くわよ。これは有利不利はない。演者真ん中かといって、これ遠いところは、まあ、いけることはいけるか。この手を試してみるか。じゃあ自分は真ん中行けってことか。よし、やってみますかね。うん、少し休んだろ。これで切り替えられる。その他は ZR。 うん、操作キャラクターにしようとか回復とか解除とかいろいろある。だから切り替えられるよね。他のキャラクター選んだ際に多分指示できると思うんで、あ、これ上の方じゃあ行ってもらって片付けに。エーデルガルド使いたい。ガード崩しをできてなかったような気がするんで、これすり抜けで有利の方向行きましょう。よし、制圧完了だな。いやでもやっぱり無双やるとそのプレステ5とか PC でやりたいと思っちゃうけど、まあ、それでも普通に任天堂スイッチでも遊べてるんでこれはこれで悪くないよね。これ多分必殺技というか敵のガードをね削った後に使える技だと思う。あ、つばあるね。つぼわざわざ書いてある。これは黄色いゲージは無双ゲージあったな。こうなったら策もクソもねえ。全員でぶちのめしちまえ。さて、おいおい、どれだけ人数がいるんだよ。これはもう盗賊団じゃなくて軍だな。うん、敵多すぎ問題。
まだだ。おっと来たね、突然アロイスの。セイロス騎士団、ただいま参った。生徒を脅かす盗賊ども、覚悟せ。確か本編だとベレスと出会って帰る途中でアイロス出てくるんですか。ここで来てくれるな。この戦い勝ちが見えてきたようだ。セイロス騎士団だぞ。せめて一人はやっておかねえと。まずい。まず一体倒した。俺の出番か。さて今回の主人公有利属性ある。ヨーノだね。コスタスを撃破。まあどんな感じになるかすごい気になったけど、一斉攻撃、一斉攻撃の指示を出すと、まあ敵にこれを合わせるのか、敵に合わせてそれで一斉攻撃。さあ隊列を組んで盗賊を捕らえよう。みんな行くのだ。エーデルガルトか、あれか、あ、何、同じ場所に来てくれるって感じなのかな。それともここに敵がいるから今足が止まってるのか。うん、別に同じ場所に来てくれるわけじゃない。全員一目散に進んでしまってるね。ここで殺しちまえば。この程度。さて覚醒、 R と A で覚醒ができる。覚醒状態では何かしらプラス効果がある。ゲージを貯めるには、うん、R と A。 無双奥義を発動して、まあ、勝手に最後無双奥義話すことが、これで、うん、A ボタンの場所。強くなれるんじゃないか。 A ボタン、うん、まあいいのか。ダスト回避、そんなものがあるの。適当にボタンを押したかったけど、あ、なんか他のキャラクター全員奥行ってしまってる。オスタス、これの出番か。もうちょっとアイテム使ったぞ。そうかそうか、 A と B 自分ボタンの配置切り替えてるんで、このゲーム中には反映されてないな。当たり前っちゃ当たり前だけど、そうなんでね、ゲームによってはね、もう海外のゲーム基準にしてるゲームがあるから、 A と B 人間のスイッチ切り替えてるんだけど、普段はこういうゲーム遊ぶ際に逆に分かんなくなったりするんで。押した。ずいぶん塩らしい顔になってんだけどこれどうなんだろうな。サントラ出るのかな。まあ出るよね多分、新しい曲結構あるみたいな感じだから。サントラオルゴール付き買ったこともあるんで、こっち側も何かまたあるかどうか気になるけど、全部 S、 S ランクで何かプラスの得点がある。うん、クリアタイムと撃破すると非ダメージ割合。うん、そして経験値ボーナスもあるんで、 S でできればクリアしていった方がいいかもね。レベル上がってもっと上を目指すか。いいね、成長いい感じにしてるね。レベルアップと能力、うん、まあ様々な能力がありますよとなっている。まだまだこの程度じゃ満足できないな。いやー、思った以上に普通に遊べるな。いまいち当たり前だけど、あとあと兵士も変更とかできるようになると思うんで、育成要素もすごく大量になりそうだし。でそしてアイテム、うん、自動で売却されることもあるということで、この後どんな感じになるか、体験版終了とか出ておしまいの可能性も。皇女に王子に結構読み込みのね時間も早かったりするから、ここら辺も悪くない。本当に助かったわ。
改めて名乗らせて。あんまりお金もらえそう。私はアドラステア帝国の皇女、エーデルガルト・フォン・フレスベルグよ。パーガス神聖王国の王子。そっか、じゃあベレスとかそっち側はもうあれなんだ、敵扱いになるのかな全体的に。レスター諸侯、でもしかしたらクリア後にそっち方面の勝利もある可能性もあるしで、楽しみだけどね。お前のおかげで盗賊を返り討ちにできた。これ本編にもこのキャラクターなんか追加されればいいかなとか思っちゃうけど、さすがにもう開発やってないと思うから、そんなことはないと思うけど。うん、共闘を喜ぶ。それもあんたらと共に戦ったからだろう。相性がいいのかもな、俺たちは。そうかもしれないわね。あなたには、うん、やっぱキャラクターの見た目はね、もう風化雪月の本編で完成されてて、まあそれをなんかそのまま使ってるような感じだから全く違和感ないね。君には目的があったはずだろ。速やかに報酬を受け取り、うん、目的なんだろう。彼らついてこいと言い出しかねないぞ。言いそうだね。案内するのか言ってね。そうだった。3人ともいいか。実は俺、この辺りにあるルミールって村に行きたくて。確かルミールの村って襲われたところじゃなかったっけかな。ジェラルト傭兵団がいるって噂を聞いてな。凄腕の連中だよ。ルミール村ね。うん。もしかして俺たちが目指してた村のことじゃないか。どうだエーデルガルト、残念ながら傭兵団の噂は知らないが。そうね、確かにそんな。自分らの目的の場所も覚えてないんだけど、この人たち大丈夫か。なかなか居場所を明かさない傭兵団だな。村の場所は夜が明けないとつかめないわね。野営地に戻ればもっと正確な位置も。おーい酋長たち、うん、それに恩人の傭兵も。アロイスが逆についてこいって言いそうよ。この辺りの後始末は済んだことだし、うん、とりあえず野営地には戻るか。それと貴殿もぜひやっぱりついてこいになってるね。俺もか。そりゃいい。野営地で明るくなるのを待ってから村に向かうってのでどうだ。この場じゃ報酬を払おうにもろくに持ち合わせがないしな。村に尋ね人が。金払いはいいね、さすがに貴族だけあって。確かジェラルト傭兵団だったか。今は村に滞在しているとしても、いつ次の仕事に立ってしまうかわからない。一度野営地で周囲の治療を確認した方が、かえって早くたどれぐらいのボリュームかも気になるよね。本編もクリアまで50時間かかるとか、結構な時間かかったりもしたんで。あなたと話す機会が増える方が嬉しいけれど、こういう会話も長く用意されてるんだればね。他に選択ボリュームも長くありそうな気がする。目的が遠のきそうだ。分かった。というわけで間だが邪魔するよ。結局はついてこいに応じることになっている。野営地に着いたら少しだけ時間をもらえる。大した話ではないけれど、なんだろうね、伝えておきたいことって。伝えておきたいこともあって。うん、では皆で行くとするか。単なる傭兵になんか伝えなきゃいけないことなんてね、あるのかどうかっていうのは気になるけど。そうだよね、アロイスは知ってるはずだよね。ああ、知る人ぞ知る凄腕の傭兵団、その団長だ。あんたも知ってるのか。凄腕の団長、うん、心当たりある。怪しい。でもどうなんだろう、直接面識あったのかな昔は。すごく心当たりがあるのだ。私も会いに行きたいのだが、まずは騎士としての任意を全うしなければ。アロイスも活躍してんね、こんな序盤でベラベラと。真っ当なセイロス騎士として課せられた任意を全うして。うん、会話投げよっていう目線を送ってる。伝わらなかったか。今のは違うわ。真っ当だな。冗談言ってたのか。全然気づかなかった。さすがはアロイスさんだ。さてさっさと。本編でもこの左右にキャラクターが並んで会話するっていうシーンはなかったと思うので、そこら辺の見た目もねちょっと違うよね。
さて、HP が0になったキャラクターロストして以後出撃不可になるクラシックの場合は。だが、クラシックでやんなくてもいいかなっていうのはカジュアルでいいと思う。結局、やり直しになっちゃうからね。さて、カジュアルからクラシックには変更できない。これ、ああ、そっかそっか。クラシックでやると何かプラスのボーナスみたいなのある可能性もゼロじゃないからな。なんとも言えんけど。さて、どうなんだろう。まだまだ続くのかな。だいたい今で、まあ、40分、50分プレイ時間。あ、見たメンツが。軍備パート。交流とかができる。ミニマップ切り替え。なるほどね。まあまあまあ、大体の場所は分かった。これ誰？これ見たことない人なんだけど。ねえ。何の生徒。ねえしか言わん。まあでも、これをベラベラ喋られるよりか、個人的にはこういう単発ワード言っておしまいの方が好きだったりするんでね。うん、全部喋んないね。本編出したら全部喋ったはずだからね。あれはあれですごいなと思ったけど。実はだな。これ全部喋られたら時間がね、どれだけあっても、どうだろうか。あらないような気がする。何人と話してみればいい。どこだどこだ。バッシュ。あ、この楽器。いたね。あ、好感度上がった。そっか。うん。さて、支援地。それが、あとあとどう影響するか。でもキャラクター、おっと先生もいるね。なんでこんな出張ってきたんだろう。紋章持ってるか。持ってない。そうだな。うん。つまりだな。あれ、本編では全部喋ったよね。ちょっともうどうだったか記憶にないけど、なかなか会話の長いゲームだったっていうのは記憶にあるから。あー、全部会話したような気がするけど、これ、キリなくなるな。まあ、どうしよう。特に黄色い楽器はあんまりね、このリテッチャーがすごい気になるんでね。エーデルガルドでやった時に、このリテッチャーとのなんか専用会話があったんで、このキャラがどんなキャラかがちょっとよくわかってないから。いや。そのために、あー、6月24日、あと15日ぐらいなんだけど、本編黄色い楽器やるか、これも。これに切りなくなるんでやめておきましょう。何言ってんだ。パスパルは赤だよね。よ。うん。あ、さて、他は、ドロテア、歌姫。こんにちは。うん、引きこもりは来てないとなってる。ああ、先生いるね、マヌエラ先生。はあ、昔の歌姫。わかったわ。ったく。はあ、もう疲れている。くたびれてるね。じゃあ、会話していきましょうか。まず、エーデルガルドから。感謝するわ。身の振り帝国で雇わせてほしい。え、何これ。そう、保留しましょうか。頼んだわ。話は変わるけれど、うん、それを今したいんで、まあいいでしょ、これキリがなくなるんで。全部聞いてみたい気がするけどね。あー、どんな学級でやるかな。本編やった時はこのデミトリと最初でやったんでね。そういえばありがとな。あ、特にあれか。どうだろう。特に、なんか仲間になるイベントがあるのかなと思ったけど、3つの楽器の中でどこか1つに属するような、ね、ものがあるかと思ったけど、そうではないっぽいね。こんにちは。あ、実はね。そうね、うん、入学したて。
で、いや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 、これはありがとな。シミュレーションの方遊んでた身からすると全部とね、なんか接点もしたような気がするけど、あんまり会話をね全部やっていくってのがね、ゲーム的に好きじゃないんで、キリがなくなるからね。どうだ、というわけで全部と会話終わった。アロイスに出発を告げよう。アロイスどこだ、マップでクエストマークがついている。ダッシュは、あ、ダッシュ切り替えてあるな。うん、右下、ようやく気づいた。実はだな、頼み、なんだろう。すまぬ、この通りだ。なんだろうね。貴殿はルミール村に逗留しているというジェラルト傭兵団に会いに行くと聞いた。ことづてか、何かか。どうか大修道院に、なんでだろう。理由が分かんないね、この流れは。いや、だが貴殿の多大なる働きに対して、この野営地で用意できる報酬は、別に後で取りに行くでもいいと思うんだけどね。だが大修道院に戻れば相応の礼ができる。礼をさせてもらわないと我らも困る。実はあまり大きな声では言えんのだが、結構な不祥事、結構な不祥事なんだろうね。どういう意味合いか。この生徒、しかも各国の重要人物である。あ、なるほどね。教団の失態により孤立し、いいとこの子3人ともね、トラブルになってたからね。公になれば大問題となる。故に貴殿に十分な礼を支払ったので決して結構結構なんか小細工するね、アロイス。それはもう礼というより口止め料だな。おー、という同僚もいてな。私も立場上このまま貴殿を解き放つことができるのだ。アロイスの考えではないって話になってるけど、諸事情に鑑みてガルグ幕に行くことを承知してはくれまいか。とはいえ学生がね、ベラベラ喋ってしまいそうでね。善人のように見えてなかなかにしたたかな男じゃないか、彼。どうする、君の目的からは随分と遠回りになってしまう。まあこの流れだと修道院に行くっていう話になるんでしょう。うん、諦めていく。納得はできないが、諦めるしかないか。とりあえずガルグマクには行く。なるべく早く終わらせてくれよ。おお、すまん、まことにすまんが、感謝する、うん、あまりの申し訳なさに胃が痛くなってきそうだ。本当かよって感じだけど。胃がいいかもしれぬが。胃が痛いって言いたいんだろうね。相変わらず反応しないね、シーズは。これ解説あるのか、それ。アロイスさんもそれ。ラジギャグ。それは口にしてはいけない。つまらないって言おうとしたんだろうか。どうなんだろう。僕も知っているんだよ。このラルバってキャラクターもいまいちよくわかんないけどね。それとはどう。まあちょっと今回は体験版なんで、会話ある程度スキップしていったんだけど。本編になったらちゃんとね、会話もびっくりと聞いておこうかなと。この鎧か、良き目の付けどころだな。いや、アロイスの会話なくすぎない。これいるかって話なんだけど。重い思い出があってだな。やたらとアロイス推しのスタッフがいるのか。ガルグマクに連行言われてね、悪さしたかのような。私としてはあなたを勧誘する機会が増えて嬉しくもある。どうなんだろう、先生という立ち位置でなんか修道院に行くのか、それとも学生扱いになるのか気になるね。野営地に誘ったのが俺たちである以上、こんなことを聞くのもはばかられるが、本当にいいのか。大事な目的があったのだろう。騎士団の要請を断りがたいのも理解できるが、選ぶ権利がないわけではないんだぞ。今更何を言うかって感じだけど、諦めた。まあ仕方がない、これも腕を上げるための機会と割り切るさ。そうか、
潔いなお前は。ならば俺からはもう何も言うまい、うん、この後の展開わかんないね。その3つの学級の中のどっかに入るのか、それともそうじゃないのか。大衆動員へ向け出発するぞ。3つの学級に入るんだれば、またボリュームもね、3パターンあるって話になるから。俺が強く誘ったせいだな。お前の邪魔をしちまうことになる、うん、クロードいいやつだね。悪かった。この借りはまだ本編やってないからどれぐらいいいやつなのかとか分かってないけど、ありがとな。期待して貸しておくぞ。おーい、何をしている。置いていくぞ。しかし、うん、王子、名手の着手、とんでもない相手と出会ったものだね。みな実に興味深い若者たちだ。君は彼らをどう見る。うん、これなんだろう、ここで選んだ選択肢が随分俺のことを評価してくれるよな。関係してくるのかな。まあでも単純にどういうキャラクターかの説明だけかもしれない。まあそうっぽいね、説明だね。こっちをたびたび気遣ってくれるし、民思いの優しいようになるんだろうな。気さくだし、いい意味で貴族っぽくないな。仕事をするにも楽そうだ。一番金払いが良さそうな気はしないでもないけど逆に渋いかもね。これはまた楽観的な見方だね。相変わらず君は楽しいな。さてそろそろ行こうか。皆が待ちくたびれているようだよ。ということでセーブあって、これさらに続くかどうかでね。さらに続きそうだね。3つの学級、3つの学級、うん、ちょっとこの先やりたい気もするけど、本編の方で製品版になったらやりたいと思うので、ここで一旦とどめておきたいと思います。まあもし時間があれば続きでまた体験版進めていくかもしれませんけれども、今回はこれで終えて、また次回以降もしくは製品版になったらご覧いただけたらと思います。常に様々なね、風化雪月本編の方の動画も上がってますので、よろしければそちらも合わせてご覧ください。ではでは。